スケールボール。じゃあ先行でいくか。オッケー。ハダスター、捨てて。うわー、すごい引き率だ。オッケーです。ダークフュージョンとテキストに書いてあるカードをサーチすることができるダークコーリング。これ動かないが正解対象だよ。こっちも初速大したことねえからな。感動によるチャーゲルだ。キングレイド。私のターン。ドロー。やばい。やばい。スタンバイメイン。やばいんだ。とりあえずテラフォーミングを外して、何持ってこよう。魔法陣でアリスター加えた。アリスター加えてもなんかね、後がなさそうなハンドなんだ。あ、そういうこと。ちょっとね、後がなさそうなハンド。巨大音分とかにして、お邪魔レッドを通常召喚。こうか。なんだその手札。やばいんだよなこの手札の。とりウォーターフロント張った。エクシーズ召喚。マネキンキャット。素材1個抜いて5月を。相手のポジションモンスター対応特殊召喚。真ん中に。とりあえず。そして相手ビデオにモンスターを特殊召喚された時、マネキンキャットの効果と対象はアダスターゴールド、光属性モンスターをデッキから出すで。やっぱ動かないが正解だったか。お邪魔ブルル。ルクトコしよう。やっぱりカオスソルで出てくるじゃん。で3ウォーターフロントの効果で。ドエン解除どこだろう。サーチしてバトルかな。お邪魔ブルーでアタック。で、あー2100ダメージ。いてー。お邪魔ブルーが戦闘で破壊された時効果発動。このターンに急いでお邪魔ブルーを出す。まあ、魔改造だよな。魔改造とお邪魔パーティーで。このカードを2種類取り出せる。そしてパンチ、カオソルジャーでパンチ、究極ダメージ。とか言ってて大丈夫か。オネストネオスだったからめっちゃ怪獣打ちに。余裕の攻撃ですよ。メンツ。まあお邪魔改造は打つだな。レッド、グリーン、ブラック。ブルー、ブラック除外して、エビシを特殊感、特殊感スカルデッド。スカルデッドの特殊感セコリ効果。カード4枚ドロー。その前にあれじゃない、ちょっと強い部分出していこう。もうこうなったら。こうなったらもう強い部分出していくしかねえよ。さあ、どんなセットし、足しろ。どうしようもねえやな、ドロドラバスが強い。ドラバス強すぎんな。ちょっと自分で反省してもこのカード抜きたくなってきたまである。俺のドハスラーと同じ。そうだね。このカードのせいで強すぎることになってるデッキが。でもこれになると弱すぎんだよな。難しいな、塩梅が。深淵を変えている見せて。オッケー。サーチの方はね。安心か。安心は大変強いドローエンジン。これをデッキに
とりあえず低音速して動かないと。あ、でもダックコリンもあるからな。一枚でポンと出るカード自体はあるっていう。出したところで ABC が逆に言えば一枚で出させることができるとも言える。神殿捨てて通路。しかも墓地場外のサーチ効果ってそのターン中に使えるんだよね。うん、つれーよな、それが天使の孤独補修じゃん。だから一時、ヤバかったんじゃないか。そうだね、ヤバさがわかるよ。でも今それ以上にヤバいカードが多すぎるから。でもさ、半身って今3枚入れるよね。うん、だから帰ってきてんだよな、半身。ヤバいけど、それ以上にヤバいカードが増えたから戻ってきたってことね。俺が選んでいいらしいからな。俺が選んで、レッセンで。いやいや、どのレッセン。打った後に決めてもいいんだろうな。レッセン、対象聞こう。対象？対象はないのか。うん、このターン、相手フィズのモンスター1体リリースできる。そう。つー。使ってたじゃないか。とりあえず、効果を通しつつ、効果処理終了後にドラバスの効果を発動する。相手ターンにこのカードをリリースして除外されている光属機械のユニオンモンスター3体を副召喚。強いな、これ強いね。普通に強い。前世紀これ分解が何回もできてさ、何回もドラマ連れてくるんだからさ、一応こうしてどっしりクラッシュファイバーの収録だけ2300にしとくわ。強いわ。一番あの壁として信頼できる数値なんで。ここでどうするかだよな。これでもスカルトとリリースできるからね。普通にできる、できる。まあでもやる。でリリースみたいな中、アドバンス系を入れば、うん、こいつ出した後、また墓地に行くんだろうね。行く。うん。何回も裁量か。こいつ自身が除外されないからいいや。使い得だ。神殿の効果で墓地から湧いた。で、支援ブロックを作らずに除去するのはやめてくれ。まあ、やむけど技を使う必要ないからこっちでいいや。イギリスで、あーやっぱりかー、入っている、入っている。で、召喚成功時に敵からなんか帝王ステータスのモンスターをリクルートするとかいうインチキ効果だったよな。で、敵から魔法穴を2の足で落ちて、で、ガイスガイスか、ガイスにしとくか。オッケー。ガイウスって悪魔だっけ。悪魔。なるほどね。このガイウスはね、今までにね、何度もダークガイアになったことがあるガイウスだ。信頼が厚い。とても信頼が厚いんだよ。なるだけなら未経験でも大歓迎なんだけど。でもベテランだから。ダークガイアになることに長けてるから。24じゃない、ベテランの24だよ。なるほど。出てきたダークガイアはさぞかし強いんだろうな。イクニスヒートとかも出せる。ああもうでバトルはサルベージ、サーチ、ハンドから特殊。まあピン寿司なんで誰でも変わんのかってか、サルベージだけ先にやっとけば、そうだね、誰でも変わんないか。4に上がってなった2、3ですね。3か、うん、まだ2で、ペンツーに、うん、1枚セットして、ペン同士にガイウス。あ、じゃあメイン2終了時に、はい、これメインフェーズにしか出ないんで、お邪魔パーティー、はい、効果まで。デッキからお邪魔カード1枚手札に加えて、そのまま手札を1枚捨てます。で、お邪魔ジックがハンドから捨てられたことによって効果する。まあ、バニラ監視を本当に使ってたカードだな。お邪魔っていいよね。パーティーとか知らないけど。こらこら、この
カードがめっちゃ重要なんだぞ。本当に回復させてくだえと。お邪魔デュオ発動。はい。お邪魔トークンを得得しようか。アドバンス召喚のリリースができないから気をつけな。すごいピンポイントの目だ。昔はそれが邪魔だったんだよな、フィールドでな。リンク召喚できるんだよな。今やリンク召喚の種になってしまって。じゃあ、ドローもらいます。ドロー。なんじゃそのドローは。スタンバイ、メイン。はい。召喚師、アレイスターを通常召喚。行こうか。召喚魔術操作自体という効果だが。じゃあ。連撃チェーンを連撃チェーン OK。連撃に対して俺は遅延がないね。ビビらしただけです。遅延が進言を OK。遅延で。どうする？で、進撃か。うん。ガイソー。うん。あ、これ千番のやつ？イエス。その後じゃあサーチ通ったということで、オッケー。召喚魔術取ってくれ。で、アドバンス召喚に成功した。成功時の外出効果で対象アレイスター。時できるじゃないよね。時だわ、こいつ。時できるだと、だ今、2でアドバンス召喚してるから。だね。だからアレイスターの効果は処理終了時に。しなくていいんだ。終了時って。オッケー。じゃあ、聞こえた。終了時。終了時、連撃。オッケー。インディーズの武器です。これが除外されて、なんと余計に闇属性なので俺は千番を食らう。召喚魔術取りします。はい。ハントがあれって。いたのかーい。2枚目引いちゃってなんだこれって思ったんだよ。なるほど。光いる。光はいるじゃない、いるじゃん。寝るか。なんでメルカバ出したかっていうと、機械族が欲しかったっていう話。こんな雑に扱われるメルカバなかなかいませんよ。機械族モンスター2体。クリフォートゲニウス。一応召喚魔術の効果使っとか、なんかガウスに乗って除外されたアドレスと手札に戻して。じゃあまた仙台寺変えざるで。くぅこのガウスはね、なんもうベテランの千ダメ職人。千ダメ職人。職人すごい職人押すよね。なんなら自分除外して千ダメージバーンで勝ったこともありますからね。ベテランの貫禄がありますね。そうこの千バーンとどめついも結構あるんで、ね。あそうなの。そういう事例もお邪魔デュオの効果。墓地をくれたターン以外にこのカード除外することでデッキからお邪魔モンスター2種類を特殊化することができる。そっちの方が強い。そうこの効果を使いたくて使ってんだけど俺は両方活かしてるんでセーフ。セーフ何がセーフなんだよって。この効果でお邪魔ブルーとお邪魔イエロー特殊版。そしてクリフォートゲニウスのリンク先に同時にモンスターが特殊召喚された時に効果発動。レベル5以上の機械族モンスター1体を手札に加える現れろ両性のプロメテオロン。じゃあ墓地のお邪魔改造の効果を発動だ。このカードを除外することによって除外されているお邪魔モンスターを3体をデッキに戻してワンドローすることができる。これでドンツボ引けばいいんだよな。じゃあなこれでドンツボ引けばいいんだよ。そううまく引けるかな。そうなんか引けないって話してないな。じゃあお邪魔パーティーの効果。自分相手のメインフェーズにお邪魔カード1枚手札に加えてその後手札1枚墓地を送る。じゃあお邪魔改造をハンドに加えて その後ハンド1枚墓地を送る。
A2G ドラゴンバスターキャノンを見せることによってそれ出ないでしょう。墓地の、お邪魔グリーンを除外して素材に名前が書かれている ABC ドラゴンバスターをフィールド墓地手札から特殊召喚することができる。お邪魔カード2枚目はこのドラゴンバスターの蘇生カードになるんで2枚積みですね。でバトルフェイズ、ドラゴンバスターで相手の攻撃、200ダメージかな。でクリフォード・ゲニウスでお邪魔トークン攻撃、300ダメージ。実はトークン素材にできるリンクモンスター1枚も入れてなくて焦ってた。なるほど。じゃあ殴んない方が良かったかな。メイン2にドラバスの効果でコスト1枚捨てて対象ガイウスで除外する。はい、カード1枚セットして、フュージョン、OK です。ゴールドとネクロムレイ、レインか、で、やべえよと、ドラバスが破壊されちまうよっていう場面で、対象に取れねえから、ドラバスの効果打てねえから困ったねっていうバフだで、ベインの効果に対して、俺はアレイスターを投げて先発で、3回破壊されて、この状況か。そうだ、コーリング温存できたってこと。コーリングが温存、だいぶとりあえず、カップラーメン食いてたやつだから、ね、超高級カップラーメンがあるかもしれない。ヒーローモンスター2体。何？エクストラヒーローワンダードライバー OK です。これも除外して。敵からイーグルヒーローをリクルート。1、OK です。マルシャス1、かっけー。で、インク先にヒーローがだね。された場合、こっちのダークフュージョンを対象にして、なるほど、ワンダーロライバー効果で OK 帰っていい。エンドだ。エンド、一応、じゃあ、エンドフェーズにドラバスの効果でブラックステで今セットされたカードを除外する。で、ドローの前に、お邪魔パーティーの子がメインフェーズ2終了時とデュオを加えてデュオを捨てる。ドロ、スタンバイメイン、とりあえずデュオの子が除外してお邪魔モンスターを2体呼ぶ。いる？あ、いますね。ブルーとブラックで、キョーターウォーとフロントの効果でドコラムサーチ、ドコラムじゃないか、ドコラムじゃないわ、サンダーザキングサーチ、
3回攻撃で洗脳解除を発動、うん、してマリシャスエッジをリリースしてサンダーザキングを特殊化、うん、で洗脳解除の効果でチェーンブロックを作らずにサンダーザキングが僕のフィールドに戻るとカウンターを 3つ取り除いてサンダーザキングの効果発動、このターン相手は、魔法モンスタートラップの効果を発動できず、このカードを一度のバトルフェーズに3回までモンスターに攻撃することができる。これはお邪魔ブルーとリリースしてプロメテロンを特徴版アドバンショーか、これでバトルフェーズ樋口どうやっても終わりだから終わりでいいと思う。じゃあプロメテロンの効果でお邪魔特攻攻撃300ダメージ&プロメテロンが破壊した時に捨ててもう一回攻撃できるので、でプロメテロンで攻撃サンダーザキング、はいはい、いやひどかったな。結局俺が一人でドラバスにドラバスちょっと強いか。でもさ、これがさ、ね、XYZ とかだったら逆にさクソ弱いからXYZ 弱すぎるちょっと、ね、迷いどこさんなんで、ね、XYZ にする理由もなくて